キノコ満載、こだわりのピザ。食欲の秋、旬を味わおう。続いては浜松市中央区舞坂町にあるモアザ3。浜松市内の繁華街で始め、2年前にこの場所に移転してきました。コンセプトは、友達の家をイメージして、みんなが来て楽しく食事を楽しめるようにっていうイメージでやってます。僕が好きなものをとりあえず置いてあるって感じでやってます。おすすめは見た目からボリューム満点のカルツォーネ。カルツォーネは本当は包み焼きのピザで具とかも全部包んでしまうんですけど、うちはちょっと違うことをやりたいなと思ったので、チーズをたくさん包んで焼いたものに、ソースをつけて食べてもらうという形をとっております。生地を切ってみるととろーりチーズがたっぷり。チキンとキノコのクリームソースは濃厚な味です。モアザ3の秋のグルメはキノコたっぷりの限定ピザです。秋限定で始めるキノコのピザなんですけど、特徴としては浜松キノコというものを最近取引させてもらって仕入れてまして、物が一応松茸と椎茸のハイブリッドというか感じで、すごい香りと食感がいい キノコを使ってます。ピザ生地にもこだわりが満載。生地は一応国産の小麦を3種類ブレンドしていて、一応ハリウタカブレンドというものと、夢力とあと全粒粉国産のものを混ぜて、まず自分で配合を考えてやってます。キノコはしめじ、えのき、舞茸など5種類入っています。風味豊かなグラナパダーノチーズをかけて焼き上げます。キノコの風味に濃厚なクリームソースが相性抜群。生地は香ばしくクリスピー感覚のサクサクとした食感です。秋にはバナナジュースにお芋を入れて季節感を出します。うなぎ芋ミックスといって、オープンしてから秋毎年やってるんですけど、結構人気のもので、でうなぎ芋とハイランドバナナっていううちが一応使ってるこだわりのバナナがあるんですけど、そちらを、こっちで割合を決めたものを牛乳として混ぜて、それにホイップクリームとかをトッピングしてお出しする形ですかね。自家製のチリミートを使ったサラダたっぷりのタコライス。クミンが効いてスパイシーに仕上がっています。キノコ満載のピザで秋を感じる浜松市のモアザ3です。